そっとけ。来い。頼む。お、うべ。うおはい、どうも、ムジカでございます。ということで、今日もやってきますけど、ポプテピッキーやったほら。ポプテピピックきま、いや、今すごいね。全部残ってるね。DBC 限定ガチャも、ポプテピピックも、桜祭り、これ全然取り上げてないけど、なんか全部ガチャ祭りっすね。とりあえず。はい。ということで、ポプテピピックの、これね、とりあえず車と、あとなんか、顔面のスキンとか、仲間とか、まあ、大量種のジープとか、ね、バイクがね、僕持ってるんで、まあ車がねもらえ当たればいいかなっていう感じなんですけど、とりあえずね、まあみんなにね、とりあえず引いてもらおうかなと思ってます。まあ自分でガチャ引きませんってねツイートをしたんですけど、はい、まあそれ気分で変わるかもしれないです。とりあえずこんな感じでついて、はい、ポプテピガチャ引きたい人ということで、これちょっとツイートしてきますね。生産以下の人、うん、やっぱりね、生産以下ぐらい、まあ2以下でもいいんだけどね、うん、3ってちょっとね、神引きしちゃってる子もいるからね、微妙なところなんですけど、まあこのぐらいでいいだろうってことで、はい、いつも通りね、ちょっと無課金の人をね、募集していきたいと思います。はい、はい、行きましたということです。やっぱりね、無課金の人の方がリアクションいいんでね、まあ生産くらいの人はなんかなんだ、運営から配布された金券とかで、まあワンチャンね、いいの引いたりとか、まあ、ちょびっとで課金してる人が該当なんですけど、まあ、全くね、引いたことないとか、バトルパスすら買ったことないけど、こうや楽しんでるぐらいの人でもね、全然いいんだけどね。はい、ということで、はい、どうですかね。やっぱりね、該当数だしない人性をね、まあ、5以上いってる人はね、やっぱりね、自分で引いちゃってるんで、引けてね、ある程度ね、いいもん持ってたりするんでね、うん、まあ、そういう自分で引ける人は、まあ、自分で引いてください。生産ずつね。ID 見してると。まあまあ言ってるね。まあまあ、よし。まあ、とりあえずサバーカとかではないと。適当なアカウントではないと。はい。ほんで、まあ、バトルパスだけ取ってやるという感じですかね。あとは、スキンは、まあ、ちょいちょい、グレン、なんだこれ。まあ、まあ、変なの持ってると。乗り物は、例のやつね。例のやつ。OK です。はい、OK。オッケー、じゃあこれちょっと行ってみますか。こんにちはーす。テンションはどうだ、聞こえますか。聞こえます、聞こえます。マジです、マジです。大丈夫です、マジです。マジですか。あー、いいよ。あー、いいよ。そういうグイグイくんのマジですか。え、ほんとです。あー、いいよ、いいよ。欲しいよ。そういうの欲しいよ、いいよ。やば。待って、絶対来ると思う。よし、じゃあちょっとね、デュオでも行きますか。いいです、全然、やべえ、めっちゃ欲しいですね。いい、行きましょう。ちょっとね、無課金エピソードね、聞きながらデュオマッチと行きましょうか。さあ、これは僕の得意な、あれ、ボット部屋ではないな。とりあえずどうすか、最近調子は、調子はどうすか。最近あんま良くない、良くないっすね。なんで。近距離めっちゃ弱いんですよ。なんかその近距離動向っていう話が出てる時点で、僕からしたらなんかもう猛者っぽいですけどね。なんでそんな課金は してないんですか。できない、理由があるんですか。いや、なんかやりづらくないですか。いや、わかんないです。ちょっと僕は超やりづらい、僕はちょっとしてる側になったんで。親に言いづらい。もう、じゃあ君はいい子ってことですか。いい子ちゃん。いや、そうでもない。バトルパス買うためにはいはいはいやりました。課金ちょっと1500円だけなんです。ああ、みんなそうだよね、バトルパス課金するよね。あれ、なんでバトルパス課金すんの。なんでバトルパスはみんな結構お得。あ、お得なの。勲章もらえるじゃないですか、100以上になると。あ、結構それでガチャちょっと勲章で少しですけど。なるほどね。あ、そっかそっか。ちょっと今更だけど、俺バトルパスの仕組みすらちゃんと理解してなかったけど。じゃあ普通にオラーって10連とかはやったことないの。ないし、全然ないし。あれでぐらい無料が普通のダイヤでできるやつ。ああ、どんな気持ちだった。今あれ、そのさ、ガチャが出るときにさ、エヴァンゲリオンやら進撃の巨人やら出てきてたじゃん。 あれ引きたいと思わなかったの。いや、思いましたよ。でもどうして課金しよっかなとは思っちゃいました。あ、そういえばさ、お小遣いはどんぐらいもらってんの。今ゼロです。え、本当にゼロです。あ、そうなんだ。マジです、マジ。それなんか友達と遊びに行くとかどうすんの。あ、友達に行くときだけもらってます。あー、都度払いシステムね。そうそうです。あー、なるほどね。その遊びに行く時の金がないわけじゃないと。ただ理由が結構絞られるわけね、もらえる理由が。それワンチャンいけないの、僕自身課金。あー、何度か考えて、ガチで、最近なんですよ、ガチでやり始めてきて。ガチって、
あ、荒野？結構やってるの。そうそう、うん、時はまあちょっと迷いました。そもそもはまあそこまでガチで荒野やってなかったから、別に課金してもしなくてもどっちでもよかったと。ただ最近はちょっと荒野ガチでやりだしたから、あ、ちょっとこれセダンスキンとかいるなと、ジュースキンもなんかいいのあった方がなんかより楽しいなみたいな思い、色気づき始めたってことね。そうです。僕昔 Android のデータでやってたんですよ、うん、今 iPhone なんですけど、はいはいはい、でやってた時に、うん、昔はまだなんつうのセダンフェラーリとかしかなかったじゃないですか。ああ、はいはいはい。その時はまだまあまだいけるかなと思ったんですけど、うん、最近の人たちみんな持ってるじゃないですか、スキン。いや、それないと思う。めっちゃセダン、こっちセダンの普通の青いの使ってるのに、うん、向こう、ランボとかフェラーリとかだと、うんうん、スピード的に追いつかれちゃうじゃないですか。はい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 。それがもう悔しくて。あ、どんな上手くてもね。そうそう。ちょっとあれだよね、そこはさすがになんか課金組と課金しない組の差がなんか露骨に出ちゃうところだよね、車スキン。に関しては。そうですよね、うん、いやでも僕全然課金してていいスキン持ってても、あの無課金勢に負ける自信全然ありますよ、僕は。そこ自信ありますマジで。いや譲れないです。いやー、当ててほしいね、当ててほしい。いやーね、僕もね当ててほしいんですよ、基本的には。取れ高がなくなってしまうんで。いや、まあ全然いいんですけどね。本当に当てはこれって名前隠せたりします。名前はもう絶対に隠せません。もう絶対に隠せないし、隠したくない。お前のことをもう広めたい、世の中の全ての人に。こんな子がいるんだよって。あれ、あ、やべ、どけマジで。クラマスの俺が今救出してやる。まだワンチャン蘇生できる。各入れられました。いや、諦めんな、諦めんなってマジで。どこですかね。まだ行きます、お願いします。オッケーオッケー、お願いします。待ってろ。あいだ、あいつかマジで。俺のダチンコを。あ、微妙ですね。何やってんの。おすげえ。え、何こいつ今チートの設定してた。もう一人、もう一人。あ、そうそうそう。おいだ。じゃあ5000円想定させていただきますんで、これ、ね、ぶち当てちゃってください。オッケー、マジで。はい、オッケーです。よし、テンション上げていきましょう。何引きます。何引いちゃう。何引きましょうか。オプテピピックで引きましょう。これはね、やっぱねテンション上げてね、当たる気で引かないとね。何 ?10 連単発どっち。います、10連で。OK。何金かある。何金券あるの今。3386なんですけど。まあ、バトルパスが入ってるのね。で、まあ、それは取っといていい。次のバトルパスで600。はい、OK。それ使わないように取っといてください。いきます。うい !10 連頼む !10 連いきます。トップ的、車の、車。この子に、この猛者に、車スキンを。いきます。うい、どうだ、来い、来い。お、かぶりも、かぶりも出ました。おお。え、ポップテンピビックの今回の限定スキン。はい。おー、おめでとう。いいね。ポップコーンのカブリスーパーレアです。おー、いいっすねー。え、スーパーレア、え、金枠、金枠じゃないあれ。金枠じゃない、オレンジ。あ、オレンジか。まあまあまあ、いいんじゃないですか。いや、いいよ、いい感じ、いい感じ。いいよ、上げてって頼む。無課金税、無課金税のみんなの願いを、みんなの願いをしょってく。頼む。お、うべ、仲間のピピピピミ。おお、代理に出ました。すげえ、すげえ、すげえ。めっちゃ嬉しい。え、神引きやん、マジで。神引きです。え、それ金だよね。金です。おお、やば、本当だ、本当に金やん。え、かぶり物でしょ？オレンジからの金？いいね、いいよ。え、あと何金券？バトルパス覗いたやつで。あと900、あとバトルパス覗くと386です。おお、じゃあ単発あと3回ぐらいやっていいのか？な？まあ、調整して、そこバトルパス残るように。はい、よ、いいよ。はいはいはい。来い。来い。来い。この、キョンシーボトムズ。あ、でもいいね。限定のガチャゲンのやつ当ててくね。うまいこと。じゃあ、あと2回ぐらい？はい。スプレーで。オッケーオッケー、しょうがない。じゃあ最後ラスト出しちゃう。あれ出しちゃう。ラスト出して終わる。出します。ああ、はい、一番確率高いからね。頼む、来い。ラスト神引きトップテピビック。クール様でした。おお、いいっすね、いいっすね。とりあえずいいっすね。とりあえず結構マジかなり神引きしたね、あの僕的に見てて。ありがとうございます。いや、仲間はね当てようと思ってなかなか当たんないですから。まあバイクとかね、そういうのはあれだったけど、全然神引きの方だと思いますよ。5000でこれだけ揃えたってすごいと思うよ。最後にこれからポップテピを引くみんなに向けて、キッズに向けて一言お願いします。願えば絶対当たります。